と川のある風景アムステルダム国立美術館アルベルト・カイプあるいはアルベルト・カウプはオランダ黄金時代のオランダ人画家。17世紀のオランダ絵画で最も主要な画家の一人である。当時のオランダでも有名な芸術界一族の出身で父アーコブ・ヘディッツ・カイプに絵画を学んだ。特にオランダ田園地方の早朝、夕暮れを描いた雄大な風景画に優れた作品を残し、 温かな光の効果を多用した親イタリア派、絵画作品で最も広く知られている。黒人の従者ロイヤルコレクションカイプは1620年10月20日にトルトレヒトで生まれた。カイプの一族は芸術の名門家系で、叔父・祖父はステンドグラス作家、父ヤーコブ・ヘリッツは肖像画家であった。その父に学び、カイプ自身は風景画家となった。 1649年制作の髭のある男の肖像には父からの訓導の跡が伺える。最初はヤンファンホーイエンの影響を受けたモノクロームに近い風景画を手掛けたが、1640年代初頭にはイタリアより帰還してきたヤンボとの影響を受けてイタリア的オランダ風景絵画の画風に展示、大画面の風景画を手掛けるようになった。すなわち、 ローマ周辺の平原を思わせるような蜂蜜色の光を多用し、壮大な印象を帯びるようになった。そして、カイプはオランダを広く旅し、ドローイングを数多く制作している。その一方でカイプはイタリアを訪ねた経験はなく、同時代のオランダ人画家の作品を参考にして、イタリア風絵画を学んでいたと考えられている。カイプは1658年、 ドルトリヒトの中戸での女性コルネリア・ボスマンと結婚した後には絵画はほとんど描かなくなっている。これは妻の実家が大々熱心なカルバン派の信者であり、彼女もまた非常に敬虔な女性だったことと何より裕福な家庭の娘で多額の持参金をカイプにもたらしたからだと考えられている。カイプは妻の影響で教会活動に非常に熱心になり、 教会の役員の他様々な公職に就いた。助祭として活動し、また、改革派教会の長老として、オランダ上級裁判所の一員にもなっている。そのため、絵画に咲く時間が少なくなったのである。カイプの後期作品は、ドルトレヒトの支配階層の人々の注文によるものであり、17世紀オランダ風景画の多くが、通常の売り絵として制作されたこととは、 対照的である。カイプは1691年11月15日に記事と同じドルトレヒトで死去した。ドルトレヒトのマースがナショナルギャラリー細かな黄金の点描で強調された太陽光が画面を横切っているような風景画が典型的なカイプの作品である。大きなサイズのカンバスに牧草地の草、静かな馬の縦紙、 牧場の牛の角などがハイライトを当てて描かれており、黄金色の太陽光の下で緩やかに流れる小川、帽子をかぶった農夫といったオランダ田園地方の独特な雰囲気を表現している。画面に何層も厚く塗布されたワニスはガラスのような役割を果たし、描かれた太陽光が宝石のようにきらめいて見える効果に一役買っている。カイプの風景画は基本的に写実的な絵画ではあるが、 風景を美しく表現する独自の工夫を見て取ることができる。またカイプは浅瀬に立つ群れなど牛の群像を好んで描くことが多かった。例年近郊、ルーブル美術館カイプはドローイングにも優れた力量を示している。クルミの実から抽出された金茶色のインクを用いて淡い彩色で表現されたドルトレヒトやユトレヒトの街並みを描いたドローイングが残っている。 カイプはドローイングをそれ単体で完結している芸術作品として制作しているが、そのドローイングを元にして、油彩画に描き起こした作品も多かった。同じドローイングが複数の油彩画に描かれているものも存在している。カイプは自身の絵画の多くに署名をしているが、制作日付が入っている作品はほとんどないため、作品を年代順に平地することは難しい。現状、 非常に多くの絵画が、カイプの作品であるとみなされている。カイプの弟子の一人と考えられ、さらに名前のイニシャルが、同じ AC のアブラハム・ファン・カルラートなどをはじめとする他の、画家の絵画が、誤って、カイプの作品だと同定されてきた例も多く、また、現在も誤って同定されている作品が残る、可能性も高い。さらに、アールト・ファンデルネールの、村の夕暮れの風景のように、 カイプの偽の署名が付けられていた作品も存在する。騎馬人物と農民のいる川辺の風景ナショナルギャラリー1760年頃、イギリスの第3代ビュートハクジョン・スチュアートが、騎馬人物と農民のいる川辺の風景を購入したことをきっかけに、18世紀から19世紀にかけて、イギリスでカイプブームが起きた。当時のカイプの人気はクロードロランに匹敵し、そのため、 カイプの傑作の大部分は現在、イギリスに所在し、それらは、イギリスの風景画にも影響を与えた。特にこの、騎馬人物と農民のいる、川辺の風景は、光の表現の優しさと質の高さ、全体の調和などから、17世紀のオランダ風景画の最高傑作の一つとされ、現存するカイプの作品の中でも、最大の規模を誇る。しかし、現在のカイプの評価は、 必ずしも高いとは限らず、代表作として考えられている川を描いた、風景画も、チョコレートボックスアートと評価する研究者もいる。パイック、ニコラス、カイプ。ウェブミューズム、パリ、2011年8月2日閲覧。A.B. コール、ティモシー、オールドダッチマスターズ、エイルバート・カイプ。 センチュリーマガジン 48http コロンスラッシュスラッシュ en.wikisource.org スラッシュ wiki スラッシュセンチュリーマガジンボリューム4 8八 s s u e 1オールドダッチマスターズエイルバート・カイプ2011年8月2日閲覧ポートレート・オブ・エイビア・デッドマンザ・ナショナル・ギャラリー荒川優子もっと知りたいターナー生涯と 作品東京美術2017年42ページ ISBN 978から4から808710941エイルバート・カイプザ・ビンセント・バン・ゴッホ・ギャラリー2011年8月2日閲覧 ABC エイルバート・カイプザ・ナショナルギャラリーエイリバーシーン・ウィズ・ディスタント・インド・ミルズザ・ナショナルギャラリーハット ABCD ザナショナルギャラリーコンパニオンガイドバイエリカラングミューア1994ザナショナルギャラリーハット ABC、ーリバーランドスケープウィズホースマン＆ペゼンツザナショナルギャラリーハットエイルバートカイプナショナルギャラリー2011年8月2日閲覧 A ハースマンウィズファイブカウズバイエリバーザナショナルギャラリーアブラハムバンカルリートザナショナルギャラリー アンイブニングビューニアエイビレッジザナショナルギャラリーハットケリーネットカイプケークニューステイツマン2011年8月2日閲覧ありがとうございます